あんまり良くなかったっていうのがちょっと続いてる感じだったんですけど、まあ、昨日まではちょっと調子とか音感もつかめなくて、ちょっと不安っていうのもあったんですけど、まあ、今日は思いっきりなんか久しぶりに自分たちの完全ではないですけど、しっかり我慢しきれたっていうのは大きかったかなと。あんまり良くないっていうのは伝えるんだけど、これ体育館に入れ物の関係でもない。多分、はい、調子よくで、はい、まあ、この大会に来た人たちでも、はい、そうなんていうんですか、その体育館に引き継がれてると思うので、はい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 、まあ、上がったっていうよりはとかはなんかみんな、なんていうんですか、はい、同じ状態になったっていう、はい、そのコントロールが勝負なのかなっていうふうに思って、今日はじゃあコントロールそうですか、はい、レースとって相当難しい思いもあったと思うんですけれども、そこからまあ今こうコンビネーションになっていたということなんですが、ちょっと長い目で見るとそういうところをこう見て下がっているとい う, そうですね。あと、いろいろと総合が残っているので、今はもう、そこに向けて。先週は中国でやるとやっぱりアウェーだなって感じしたわけですか。何も今は、まあ、
からは、まあ、すごい引きずってる部分もすごいあったし、そこから見失ったっていうか、やっぱりメダルとかも取って、まあ、すごいなっていうのも思ったし、やっぱ悔しい部分もあったので、まあ、今はそこまでもオリンピックっていう形ではなくて、自分たちのプレーをしっかり出し切るっていうことに専念したいなと思っているので、ランキングっていうことに関してはあまり今は考えてないんですね。まあ、全く気にしてないんですけど、やっぱりあのオリンピックに出たタペアもこの大会に出るのも大変だと思うんですけど、やっぱり終わってすぐの大会なんで、その中でもしっかりこうで戦ってるっていうのがすごいなって、きついと思うんで、その中でもこの日本のファンの人たちのために出てるっていうのがすごいなって思うし、ランキングはどうしたいです。話めっちゃ落ちる、落ちるわ。バッキリしてないってことで、でもいい形で立ち上がれば対戦する可能性も出てくるんですよ。そうですね。ブロックで組み合わせです。まだそこまで。優勝を目指しているので、まあ、当たるっていうつもりでいます。全く引き抜いてる感じ。うん。うん。じゃあ、どうするんですか。なんか、どういうみたいな。
いや、他の人だったら、ダメだったらダメでいいかなって。まあでもすごい尊重してくれる方なので、まあ、私が戻ってのをすごい見守ってくれてたから、私もまあ、多分もっとかかってるのかもしれなかったですけど、はいはいはい、それでせっかくライブできたらまたそれがストレスになるかもしれない。そろそろよろしいですか。もしてもっていう方いらっしゃいます、はい、いいですね。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。